6月の10日、はいはい。10日です。早いですね。早いですね。なんかね、1週間が早くて、早くて。もうね、私、あの6月議会で、個人質問するつもりで、うん、そのいろいろ準備をして、なんか資料とか読んでたんですけど、昨日と音ついて、なんか、例の山本太郎くんの、あの、 懲罰の問題があったのであのことでもう本当にいろんな人から連絡が来たり私もあの、まあ、国会の中でのあの委員会の様子を見たりしてて本当になんか大変でした大変でしたっていうか大変ですけどね、えーはい、山本太郎君のことっていうのをちょっとだけ解説いただいていいですか、うん 山本太郎議員に懲罰動議が提出されました与野党は令和新選組の山本太郎代表が8日の参議院法務委員会で出入国管理法案の採決を妨害するため委員長席に飛びかかり2人の議員を負傷させたとして懲罰動議を提出しました来週にも懲罰委員会が開かれ具体的な対応が協議される見通しです 山本代表は今日午後記者団の取材に応じ。声に傷つけようとしたことはなく。手が当たったならば、お詫びするなどと述べています。移民、難民の人たちを認定して。いく、まあ、認定するのが非常に。日本は、まあ、遅れてるっていうのは。難民認定という本を私の。あの、知人が出した時に。ぐらいから、私は関心を持っているんですけども。その。 入管法っていうのがあ,のあるんですけどよりいろいろ亡くなった方とかいらっしゃることもご存知だと思うんですけど、うん、あのより悪化するものを改悪法案ですよね改悪なのに改正案としてあの強行採決をしようとした時にまあ山本太郎さんはそれをもう絶対あの採決であの決めてしまいたくなくって。 まあ、委員長のマイクを多分取りにね、マイク取りにだと思うんですけど、阻止に行こうとするところを、まあ、自民党や維新の方たちだと思うんですけど、阻止してて、そこをもうかき分けていこうとするところで、まあ、若林議員とかのなんか、顔に当たったとか、それ、最初当たったとか言ってたのが暴力とかにな、暴力という言葉に変わって。 でそして、まあ、共同通信とかねそれからどこだったっけな、まあ、取材してないのに全国配信してるからどこの新聞も「あの暴力暴力」って書いてるんですよね。えって思いましたひどい暴力を国民に対してとか世界中に向けてやってる人たちがこれ言うことなのという感じで櫛渕真理さんの時とね同じああ相変わらず茶番やってるなと。 そして非常に残念なんですけど、この懲罰動議を今回は櫛渕さんのときと違ってというか、積極的に立憲民主党がやってるのか、立憲民主党とどこかが、あのまあ、もちろん自民、維新さんでしょうけども、懲罰動議を出したなんていうふうに、これもま,あ、また立憲と、まあ、立憲が野党だから、 あの立憲も一緒に叩いてしまいたいという、そういう切り抜き動画であったり、切り抜きなのかもしれないなとも、私は、まあ、疑ったりもしてるんですけど、でも、まあ、本当に国会のおかしさを、多分ね、太郎君は国民に知ってほしくって、そうじゃないと、あなたたちの税金、まあ、や、 増税にもなるだろうしガソリンも上がるだろうし今だっていろいろ上がってますよね食料とかも電気代とかいろいろもう皆さん格差がもう拡大しちゃって生きていけなくなりますよって早くこの悪性に気がついてくださいよと訴えてるんだと思うんですよね。そそのためには少々うういいうななこととを本気でやらないと国民が、まあ反 ね、半分ぐらい選挙にはいかなかったりあの、政治に頼ったって何もならないしとか、誰が上にあの国会議員になろうが、総理になろうが、自分たちの暮らしが変わるわけじゃないしと、皆さんがあき、ま、諦めてる状態に火をつけて目を覚ましてもらおうと思っての私は行動だと思うんです。気持ちすごくよくわかるので、でも暴力、暴力って書いてあるんですよ。だから非暴力 あの直接行動をあの推奨している妹太郎さんが暴力をっていう感じの受け止め方で今度はね批判をしてもらってその本当のことを国民に知らせる勢力を潰してしまえという動きがすごいですね。これ、ね、でもね本当にあの何かあると何て言うかな本当のことをこう本気でやろうとすると。 野党も保守もあの野党も与党も一緒になってあのいじめにかかったり排除しようとするという保守だけじゃなくですよ保身に走るということは私が市議会でもう本当に存分に経験いたしてまいりましたので、うん、ああ国会も同じなんだなというふうに感じてこれはなんとかしなくっちゃという1日で1日2日でしたそんなわけで。うん 大体お説明はそんな感じ山本太郎さんのことは、じゃあ、うん、与党ならずその野党も結構批判してる。批判擁護する声は<ひ>擁護する声はもちろん、ありますよもちろん令和支持者はそうでしょうけど。いや、令和支持者はもちろんそうですけど、立憲の中でも岸渕さんの時からあのちゃあの立たずに、あの、うん ありますよね。あの、規律して、まあ、懲罰を賛成するわけですけど、これ、やらなかった、あの、立憲の議員さんもいらっしゃるんですよ。うん、だから、まさに踏み絵だと思って、この時知らんぷりしてる人とか、太郎にすっごい応援に来てもらって、当選してるのに、知らん顔してたり、太郎さんが当選、 出馬予定だったのに、それを降りて、そしてそこであの東京八区ですよね、それを降りてあの出馬し,たして、今、国会議員になっている吉田さん、吉田晴美さんかな、あの女性議員、立憲の女性議員であるとか、馬、まあ、淵さんとか、まあ、いろいろいらっしゃいますよね。あの太郎さんとこう 三津だったり太郎さんがすっごい本気で応援して当選された方とかいらっしゃるんですけどその人たちがまあ令和の櫛渕さんの懲罰に賛成で起立してました。であの小沢一郎さんとかはとかね安倍智子さんは退,退席してましたね。あの賛成しちゃうとねちょっとねあのまあてましたい 賛成するわけにいかないと思って退席されたんだと思うんですけどその中にお二人お二人しか見つけてないんですけどお二人ねあの反対しててくれるる人がいるんですよ立憲にもうん、うん、だから私ねほら令和から出てて今立憲の,あの議員になと区議になったのかなあのなった渡辺輝ちゃんい,いますよ。 あの子供を抱えてホームレスをしていたおばちゃんで、本当に貧困のデパートですって自分のことをおっしゃってたの、うんうん、渡辺輝ちゃん。その渡辺輝ちゃんは立憲の議員になって、補欠選挙で一度通って、そしてまもなくすぐに今年統一地方選挙があったので、それで2期目になっちゃってるんですけど、るちゃんのタイムラインに私書きましたよ。テルちゃんは昨今の問題で、ま くしぶつさんのことではあったんですけどその数日前、ね、か書き込みをしましまたですぐてるちゃんからハートマークの超いいねは来たんですけど、まあ、他の方たちが結構たくさんいいねをしてくださってるんですけどねあのてるちゃんこそがやっぱりあの、まあ、今回はあの入管法ですけどその1週間前はくしずっと1週間ぐらい前まで続いていたのはあの財務大臣 の不信任案でしたからね。うん、こんなにさ、戦争のためのあの増税をじゃんじゃんして、うん、そして子育てにはちょこっとなんか、うん、あの上げますよ、こうしま、ま拡充しますよというのをすごく大宣伝して、そしてあの消費税を上げようとしてるし、それにインボイスですよね。うん、だからそういうので、あの、まあのま数字をちょっと今ここデータ持ってないですけど、そういうので、うん まあ数千億稼ぎながら国外には何兆円とばらまいてしまうとかなんかこのおかしさをとにかく国会の中のこのお金の仕分けですよね仕分けの仕方のおかしさとかをまあ国民にぜひ知っていただいてあの今一緒に国民が一斉放棄するぐらいの気持ちじゃないと自分の首を絞めますよ。 未来がありませんよということを令和が本気で訴えているということで貧困のデパートなんてご自分のことをおっしゃってた渡辺テルちゃん子供抱えてホームレスをした経験もある渡辺テルちゃんこそが今その立憲でも勇気出して国会議員でその令和の懲罰に反対してくれた人いるわけですからまあ地方議員だけども今立ち上がってよというような気持ちでいっぱいなんです。 だから空気読,、ま、読んだりねしてる場合じゃないからって感じ私から言わせてもらえば。でこうやって太郎くんが過激だとか太郎くん言ってることこうだよねって昔は国会,国会の本会議で数珠をも持ってあの。 もうこの自民党政権は終わりだって感じで、おご収集をさまってて、術を持ってあの現れたよねとか、あのまあ、天皇に直訴したよねというようなことで、やっぱり令和は異常だというレッテルを貼りたいんだと思うんですよ。私は令和の党員ではないけども、でもやっぱりこんなにね、本気でね、捨て身で頑張る人なんて、100年に。 一人人二も出ててこないいと思っていますのでぜひね太郎さんとかこの串渕真理さんもね17年間ピースボートの職員してたから本当に戦績を世界中の戦績知ってるんですよ辻元清美さんが始めたピースボートだったけどもだからこそあの世界の人たちがどんなに苦しんでいて戦争っていうものがどんなに庶民を痛みつけ悲惨なものかということを訴えてあんなような あの与党も野党も茶番とかああいうふうに表明したんだと思うんですでもやっぱりああしてくださったおかげでやっぱ茶番やってんだなってことが一部の国民には分かったと思うんですねそんなことでもしないとみんな国会なんて本当関心ほとんどゼロそんな感じで自分たちのこう行く末っていうか行く先がどうなっていくかっていうことに全然関心持たずに まあ日々の暮らしに追われてるしそして本当に暮らしの厳しい人とかはそういう政治の状況をこう掴んでいる時間すらないんですよね生活に追われて,そてまあダブルワークだったりトリプルワークの人たちはだから本当に戦えるところで本気で戦っていただかなきゃ困るなっていうふうに思って。 応援しております私はないえういえうまあ山本太郎暴力とかあのそ,その切り取り方の写真だとか、うん、っていうのはね中を見なければ本当にこう、うん、何もないところから一方的に殴ったみたいな、うん、いうふうに思う人は多いでしょうね。うん うん、だからねその印象操作よね。で、うん、それに立憲さんが加担するのは良くないよ立憲さん本当に。に、うん。ウ内さん声上げてよ議員さんじゃ今ないかもしれないけど<ー>だって結構お友達ですよウ内さん。<あ>ね太郎君が来てる時なんかもいつもね あのあ最近、ここ2回ぐらいは見えなかったけども、あの太郎さんがあの全然せ選挙シーズンじゃないときに、凱旋に見えたりするとき、中央駅なんかで話してらっしゃるときは、ウ内さん、ずっとあのなんだっけ、若手の像がありますよね、あ,のあそこに、何人だっけなあれ、あそこのとこに座ってずっと話聞いてまして、太郎さんに呼ばれたりしてましたよ。 川内さんこっちに来てくださいって感じで河内さんのことよろしくって、えー、あの紹介したりしてましただからねあのそしてねすっごいなと思うのは山本太郎ね河内さんの選挙に応援に来るんですよでその時にね、えー、もう何度も来ましたよ で選挙の時に応援に来てそして連合の方があ,ありがとうございましたって言ってお昼であの、まあ、1時間ぐらい天文館一緒に外旋してもらってありがとうございましたって連合の皆、ね、義さんがおっしゃったらえっ,って自分は夜の8時まで応援するつもりで来ましたと言って本気なんですよ彼は山本太郎は。うん、それであの,、まああの,教祖のね

あのその時はあのなんだっけ電話電話を56台引いてあるあの不動産屋さんの隣にあの毎日行って本当に毎日一日も欠かさず行ってお電話かけしてましたのでそれで「太郎さんそろそろ終わるよ」って言うんで鴨受新町に来ましたよ本当にだから、うん、お昼でかえあの帰っていいよって言われるのを夜の8時まで もう休むこととなくずっと応援あの訴え続けるあの人ですよだからそういう訴えをすごく自分の選挙応援してくれたよなってあの思って心から感謝している北海道の現職の立憲の議員さんは令和の懲罰の時に立たなかったんです座ってるなんて本当に立憲の中でまたいじめられるかもしれないのに偉いなと思いました。 やっぱりね、うん、義理はね、ちゃんとね、果たさなきゃね。本当に。なるほどそういう人、そ,<の>そういう人物ですよ、本当に。山本太郎さんって言えばね、本当に嫌いな人が多いの、私の周り。私は、きれいわれいわってポスターを自分の看板を貸してくださってる、<laughs> 上野さんのお父さんから紹介されたある不動産屋のおじちゃんいるんですよ。誰ですかそこにね。<laughs> あのほら西郷団地にいらっしゃる西郷団地のジョ,イジョイフルホームじゃなくて、ん<ー>違う違う。あのさ、大手の材木屋さんかなんかをしてらっしゃった。材木屋、うん、いいんじゃないで別に名前出しても。 あ、それが私が名前で忘れちゃったのお世話になってるのに。<laughs> そうだね。私に <laughs> 長くお会いしてないんだもん。な,るほどね、なんかの時しか電話来ないの。で、私の看板ずっとね、立たせてくださって、私のこと応援してくださってるの。だから私もね、あ、私応援してくださってるからと思って、比例割れっというポスターを。うんうん あの3枚パッパってあの選挙期間中に入りに行ったんです。私の看板に3枚か4枚かな、貼れるもんだから。そしたらすぐ電話来ましたよ。あんたは応援してるけど、あの山本太郎、大嫌いだからすぐ外してくれとか言ってなるほどね。うん、まあだから好、好きな人も多いんですけどね。熱狂的な人も、うん、そう,そう,そ,うそうなの。本当に、本当の良さがね、分かってないんだと思いますよ。いやまあ 誰しも 100%100 100人が100人好きな人は、ね、いないんですけど、うん、でも私そこで,、ねそでね、分かんないんですよね、うんその。反原発だしっていう人だから令和、ね、山本さん応援すればいいのに、うん、なんか山本太郎さんとか令和はこう言ってることとやってることが違う、うん、嫌いだとか確かに聞くんですよね。 でも言ってること全部は違っても、うん、まあその原発のことで、うん、あんだけこう上手にパフォーマンスとしてね、ねやってるから、うん、そこは乗っかって一緒にここや、戦っていこうようでもいいと思うんだけど、うんね、そうですよ確かにね。反原発のね 反原発というか、<来>脱原発の知事選挙があって、向原さん出られた時もすごかったですよ。うん、応援に来て、次の日種子島に行くってことになっていたのに、うん、もうそれもキャンセルして応援にはまってました。うん、キャンセルしてですよ。うん、だから太郎さんってね。本当に本気になっちゃうと。まあ、自分のまあ、種子島に行こうという。そういうのもキャンセルさし,して。それでも。 あの残り続けて応援するというようなだってカウさんの時だってお昼でお疲れ様でしただったのに自分は8時まで応援するつもりでマイ,クをさマイクをねそ当日のマイクを収める時間まで頑張るつもりで来たんだって感じで本当にあの予定を変更してもらってずっと応援続けたわけですからだからあの人のね本気度すごいしそれと私は。 まあ鹿児島でね、ちょこちょこずっとあの一緒に活動してましたけど、その時なんかもね、前言ったかどうか分かんないんですけど、まあ私たちが事務所にいますよね、ボランティアさんが。うん、そうすると、パーッと入ってきて、あーって、外回りしてるから、あー疲れたって、自分に誰かお茶入れてじゃないんですよ、国会議員になっていながらも。自分がパーッと台所に行ってあの、ポットとかに入ってるお湯とかでお茶を汲み入れて、あの、おあの 湯飲みにいくつもの湯飲みにバッバッバとお茶入れてみんなにお茶配り始めるんですよ、うん、別にね本当に鹿児島から出馬してるわけでもないのに太郎さんが、うんうん、そんな意味のこうなんていうかなこう自分にまあ利,利害っていうかそういうことじゃなくって、うん、もうパッと動いちゃう人でロイヤルホストでなんかお話ししながら食事がメニューを決めてなんか待ってたって 時にガチャーンと音がしたことがあってであどっかでなんか誰かなんか割っちゃったなと思ったらもうパッと見たらそこに行ってなんか紙,紙かなんかでその割れたものをかき集めてあげてるんですよ太郎さんがよ全然知らない人が割った食器をそれとかねいろいろありますねマルヤガーデンの何か何回かでまあ十数人でお食事しようと。 してたらみんなあったかい紅茶がいいとか冷たいコーヒーがいいとかまあみんなメニューがバラバラであのちょっと新米そうなウェイトレスの方がちょっとこう躊躇してたらパッと自分の何かを出してそこにはい冷たいコーヒーの人手あげてはいあったかいコーヒーの人手あげてはい紅茶の人ジュースの人って言ってパッパッパって書いてそれをパッと渡してあげてましたよだからねもうね彼のなんていうのかな全然偉そうじゃないですよ 何て言うかな、まあ、本物ぶりというのか、お世話好きというのか、そのお世話、うん、が本当、タイムリーなんですよね、ニーズに、ニーズにかなっててタイムリーという、それをすっごくよく知ってるので、本当に今回のことも、ああ、そうなんだなって、国民に起きてよ、目を覚ましてよって伝えてるんだなと思っています。 でね、鹿児島はあの他の、まあ、東京新聞もそうだし、まあ、東京新聞はまあ地元ですから東京ですからね他のあの県の新聞をこう見るとやっぱりあの例の太郎があのこう人垣の上に登っているような写真が、ね、バーンと出てるんですけど鹿児島の南日本新聞は出た記事でしたね。うん んか配信は来たんですけどね、来たんでしょうけどね、うんうん、共同通信からね。うんうん、で、共同通信さん取材もせずに、そんなこと書いてるって感じで、まあ、本当に、あの本気度を知ってほしいですね。ねえまあ、マスコミも、うん、各社、取り上げ方が違うと。うんうん うんうん、いうことと、ね、そのさっきの、ねうん、暴力っていう言葉とそと、どういう写真を使うかと、うん、こういうのっていうのも、ねうんうん、見どころですよね。例えばあの、ガーシーも一緒だったなと思って、うんうん、ガーシーもほとんど笑ってはないんですよ、うんうん、出てきたとき。でも、うんうん、ちょこっちょこっと笑ったんですよね。そこ、うまく切り取って、写真は微笑んで成田空港で来てると。うんうん まあ調子をバカにしているようなイメージなのか。そしてさ、ガシがなんだっけ、逮捕されてなんですかね、あれ。あの、車にこう連れて行かれるときに、ガーシーをしたって、ガシって言って叫んでる人たちがいたです。うん、よう あのなんかすっごく叫んでさあ,あの、うん、会いたかったよーって感じの人たちがいるけどそういうのって私たちには聞こえるじゃないですかが映像からでも全然そういうことにはひと一言も触れないのね、うん、ですね、うん、だからああってなんかやっぱりこう印象操作ってできるんだなってすごく思いましたま、ね、今回の太郎さんの件でも太郎の件でもガーシーの件でもね、うん、で ガーシーがさ、あのあの懲罰の一番重い除名になるときに、れいは新選組はそれに賛成しなかったじゃないですか。だって、ガーシーは、あのまあ、今、1億円なんか YouTube のね収入でそういう儲けがあったんだってっていうことを言われてますけど、まあ、それを芸能人をこき下ろしてて、まあ、いうことで言われてますけども、まあ、 ななんていうか統一教会だとかいろんなことがあってそういうのは未解決であるのにガーシーが出てこないことであんなふうにやるっていうことを果たして議員たちがそういうことを決めていいんでしょうかって感じであのその除名懲罰動議が出た後のその採決の時にねあの賛成はしなかったんですもんね。 だからそれも一理あるなと思ってるんですが、うん、足がいいとは言いませんけどね全然ねだ,だけどちょっとなんか偏りすぎてるというかあの多勢に無勢で、うん、ああ多勢側に忖度してくっついてたら何でもできるんだなってでどんなことしても許されるんだなと思いますね、うん、すっごくそれを感じた。うん 武勢をよく感じてらっしゃる、えー、竹原慎一さんとコラボしましょうか。うん、<laughs> 竹原さんとね、この前なんか、佐藤さんどうなったの, <laughs> ううの編集されましたまだしてな、ね、い。<laughs> あっ本当早くしないといけないけたち,ちょこちょこ覗いたけど。<laughs> そういや。よかった。あの、無所属の雰囲気、すごくね、竹原さんも喜んでました。あ、そううん、なんか、みんなでこう、竹原さんみたいにこうなってたから。うん どうかなそれ、そういうのないからよ、喜んでたように私は見えましたけど <laughs> かなんかさ。小学生がなんか街頭インタビュー受けてる人のカメラによく映りたがるじゃないですか。子供たちがうしランドセルし負った子供が後ろからわわーー言って、私たちあれみたいでしたよね。うん、あんな子供みたいだった、ね。いや、やっぱりいい雰囲気だなっていうのを伝わってきたし、えーうん、最大会派無所属みたいな。 感じでちょっとね拡大していってほしい。<laughs> 無所属ね仲いいですよね本当に。うん、いや無所属ですよ。<う>ま無所属の時代ですというか、うん、竹原さんもね、うん、何のための政党なのとそんなの就職ご除会じゃんというのも言ってらっしゃるから、うんうん、そうなんですよ無所属がいいと思いますよ。うん、でさあのまあ岩人の岩人な岩茂里佐とこさんの あのなんか人気が高いっていうのはよく分かりますけど竹原さんはまあ、私前から存じ上げていますけどね妹さんも知ってたしだけど竹原さんはあの,あの難しい話が難しくってあの<う>この前の死に対するお話もあの死は怖くなくてまあそう,そういうのがねもうすっごいあのー まあ、宗教そうね、うん、竹原ワールドに入っちゃうと、もう私、ついていけなくなっちゃう。そう、いや、それをね、無理についていこうとしてたんですけど、うん、いや、分かんないもんは分かんないということでやったら、うん、まあ、あなた、竹原さんの言うこと分からないのねって、結構ね、コメント欄でいろいろ <laughs> あの叩かれはするんですけど、まあ、でもね、うん わかんないのが一般的だから、竹原さんが宇宙人としてこう言われてるわけであって、うん、まあそこら辺はね、ちょっと深掘りしていきたいなと今後思っていますので、他にもいろいろコラボする人、お呼びして。<laughs> そうだね。うん、そうですね。に思していこうかなも,も頑張ってね。みなも頑張ってください。みなまたに言っておきまそうそうそう。お願いされてたの。 今度7月1日に福井県議会のなんだっけ自民党の斉藤新緑さんって方ですけど福井県議を32年務めて今年ね4月に落選された方がいらっしゃるんです。この方が鹿児島に見えるんですよ7月1日に。だから上野さんぜひぜひインタビューして。 はインタビューももちろん2日目は自由にされてるから同行されてもいいですしあの1日目はあのおしゃべり会とあの懇親会あるので参加しませんか申し込みされませんかあ ?7 月1日うん、土曜日そ。そこら辺結構多いですね。7月1日はその渡辺さんで7月2日は木村明さんから川内宏さんを囲む会で。あ 桜島会じゃないの、うん、聞きましたでしょ桜この前これなかった<の>、うん、桜島会、うん、渡辺照子さんってその方もすごく興味ある、うん、だからインタビューズームでしたいです、うん、あ渡辺照ちゃんね私頼んでみよう、うん、ぜひぜひどんどん、うん、渡辺照ちゃんもそうですけどもうとりあえずは7月1日の夕方4時からなんです、うん、その自民党の元県議あの斎藤新緑さん いらっしゃるってことにしといていいですかえっとね、7月で土曜日に。そパートナーに聞かなきゃいけない。怖い怖い、パートナーに聞かなきゃいけない。ただし、七月、その土曜日、日曜日が私、塾講師だから、土曜日、日曜日がね、基本忙しいんですよね。ああ、そっかそっか。でもね、どんなお話をなさるか聞けないと。わかりました。どんな形でもちょっと。 先日、木村教授とあのコラボっていただきましたよ。うん、あの、トランプの話とか、あの時出ましたっけか必ずね、トランプさんの話とか出てきますよ。うん、新緑さんの話ちょっとた。あ、本当ですか。うん、うんうん、トランプさんとか、あの、ここで言葉を出しちゃうと、またあの、バンされちゃうから言わないけど、例、うん、の話とか出てくるんですよ。うん、でも新緑さんね、まあ、落選、初めて32年議員やってて、落選しちゃったわけでしょ。うん うんうん、で,でもね、もうすっごい今までね、たまってたね、本がね、すごく読めて嬉しいんだって言ってらっしゃいました。本が読めてねってあの、自分がね、やめるって言ったわけじゃなく、みんながやめさせてくれた、落選させてくれてって、それにしても、俺のあの半分の票どこ行ったんだろうなとか、お電話で <laughs> すっごいね、嬉しそうでしたよ、落選したことが。なるほど変な人って感じ。そしたら一回 <laughs> これどうですか、うん、?7 月1日の集客もしてるんだったら、一回ズームで7月1日来るんですよっていう、はい。インタビューして、で、募集というか集客して、で、7月1日来た時にどっかでお会いするのか、そのイベントに行けるのかっていう、2段階で行きましょうよ、はいはいはい。そうですね。17日とかにね。そう,そうそうそう。じゃんじゃあ、 あんまり新緑さんのことみんなにサプライズみたいな感じなので深掘りはしたくないんですけどあのこんな感じの人だっていうのを検索して調べておいてください。わかりました。<laughs> とても、はい、あの池田敏恵さんと同じあれで、まあ、自民党よく除名されなかったなと思う人です。うんうん、<laughs> もうだから私の周り危険人物がいっぱい空気を読まない。確かに。確かにうんね、<laughs> はい、そういうわけで、はい。 朝から失礼いたしました、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました